始まった。始まりました。新たな冒険が始まりました。新たな冒険がそれは新ただけど、2人はまあ懐かしの冒険なのかな。そう、新兵が我が軍に加入されましたね。今日から入ってきました。いかついね。ニコネギトロロです。やれんのか。やれんのか。気合だけは十分だよ。まあ、スキル後からついてくるって言うじゃない。まずは気持ちかな。うわ、なんかいいなそれ。いいね、かっこいいね。ちょっと違うの出せるよ。ちなみに力見に行くか。新人の新人の力。あ、まあそうだね、うん、どんなもんか。ちょっと通過儀礼みたいな。通過儀礼、まあ初心者はやっぱあいつを倒してから始まるから。あいつ、まあ中ボス的存在よね、うん、そうほら、はいはいはい、あれやね、あの死者のシーカーってやつがおるから。うわ、なんか強そう。あれソロで行けたら大したもんだね。うん、もう十分やと思う、あれ行けたら。あれ行けた、でっか、うん、3レベか。まあ、3レベったらギリか。よし、頑張れ。あー、まあギリやな。よし、頑張れ。嘘、全然減らないよ、全然減ってないよ、これ大丈夫かな。頑張れ、いけるはず、いけるはず、全然いけるはず。増えた全然いけるはず。増えた、ね、うん、こっから、ね、これで行けたら、もう一人前やからね。うん、これちょっと死んじゃう一人前。何死んじゃうけど。それでいけたら一人前やね。おでも結構いいよ、いいよ、うん、いいよ、いいよ、いいよ、一旦4枚よければ。それ、その緑何、うん、おいいいよ、やばい。蘇生にします。トロちゃん、そうその場で起きれるはずやから。優しい、不審者でもあるし。あの、なんかでもちょっと、うんいけそうな気するな。正直な話、うん、あのビジュアルしたんだ。はあ、俺たち二人がかりで戦った時ぐらい前線してた。よし、うん、マジでもうワンチャンいけるんじゃないかなって。期待の新人ってことね。そう、今のさ、特にうん先ほどのやつほどの、あ、もう全然、あ、レベル14になった俺。ごめん、先進んでていいよ。なに俺もちょっとスキル振りが、スキル振ってから。なにスキル振りとかもか。あ、じゃあまあ、スキルセットって何ボタンで変えるんだ。スキルセットの割り当て方。先輩たち二人とも。うん、ちょ、今俺あのスキル振ってる。俺今ちょっと設定がちょっと。無用なる使い魔を召喚。使い魔を召喚。1スキルポイントを使用しますか。推奨スキルです。なんか使えるようになったらしいんだけど。1スキル使用できんのか。ちょっとなんかスキルポイントが、まあ、使い魔、そうだね、想像してた使い魔と違うけど、まああれなんかどんな感じだった。かっこいい系だったよ。かわいい系だと思って使う。おーだいぶオブラートに包んだんじゃね今。うん、あ、ちょっと野蛮な感じっていうのかな。あー、野蛮ね。野生的な使い魔ってなんかもうちょっとかわいい、かっこいい。なんか、まあ、どうした、まあ、大丈夫、強いんだよね、もうこいつ多分。自信なくなってきたって。まあここなんすけど、どぎつかったよね、確か。やってるな。やってる、戦ってるわ。おー、やってる。お、すげえ、めっちゃ削れていってる。かっこいい、いいな。かっこいい、ビームって、なんで。トロちゃん大丈夫か。大丈夫、なんか食らってない。巻き込み事故起きた。巻き込み。わ、すごい、かっこいいな。でもすごい、やっぱマインドテラー、もう体力ミリ、新たに入った、体力ミリ、終わった、頑張れ、すげえ、すごいな、なんか科目に去っていくのがかっこいいな、なんか、もう乗り物ってゴミでも落ちてないかな、この辺なんか、マイナしてない、何もないか、悪いことしてお金払ったり、マイナしたり、先輩たちが。鉱石を手に入れる。これで鉱石10個探したらトロはなんか認めてもらえるらしい。ミミックストーン。うわ、鉄鉱石手に入れてこなあかんやん、これ。持ってるやつじゃダメなんか。なんか湧いてる敵モブが。なになになに、え、
なんで取ろう、怒られてるんだろう。あんた、なんかパクったんちゃうな、あんた。それ殴っちゃったのかな。お尋ね者になったらしい。なんで？あ、ちょっと待って、殴っちゃったかも、殴っちゃいけない人。ごめんごめんごめん。やばいやばいやばい、俺も殴っちゃった。最悪。やばい、いられなくなった、ここに。じゃあな。お尋ね者じゃなくなった。一旦死んじゃうとお尋ね者じゃなくなるぞ。そんな、命は惜しい。やっちゃったねー、やっちゃったねー。街中でむやみやたらに危ないよ。スキル使っちゃいけないんだ。やってんの。あ、捕まったナイス。ごめん、レイドさん、泥棒がふざけたばっかりに。ナイス。いくら持ってかれるんだろう。大丈夫、75円。あれ、安っ。安っ。75円払ったら逆に感謝されたんだけど。75円か。さあどうしますか皆さん、そろそろ、うん、ここ立ち去りたくないですか。確かに。どこ行く？行きませんか、下の初期の教官。飛ばすね。行ってみませんか。まあ、前行った時はマジなすすべもないっていう単語がふさわしい。マジか。まあその時はまだ全然ベイビーやったからね。まあ今なら行ける。今なら行けるでしょう。ここにバントンの悪夢に入るって出てくる、トロちゃん。はい、はいはい。で、なんだって？これ苦しんでる人やん。うん、悪夢の中に。いやだ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 、いや、悪いじゃん。ノータイムで入っていったな、今。入れるよとかなしにもう入ってたな。入れるよ。よし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 。これ、使い場込みで戦力2倍になってるから。やばいよ、なんかすごい強そうなやつがいる。頑張るか。行くぞ。さあ、どんなもんかな。困難。行けんの？行きますか。あり、なくなった。違う。死んだ。え？え？なんだこれ。とやばそう。ねえ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 、行くかってなんだっけ、行くかってなんだっけ、行くかってなんだっけ。やばそう。やばそう。やばそう。ああやば、あ、死んだ。じゃあごめん、あのこれ無理です。これ無理やね。これ無理です。違うわこれ。これちょっと違うな。これ強すぎやな。これ最終やわここ。もうやっぱレベチ。シーカーだ。シーカー、そろそろ行ける？シーカー行くか、行こう。シーカー。シーカー。いやー。やっちゃうか。ついにシーカーを倒す時が来たのか。ビリビリして読んで固めて、こいつらをまず倒して、まず雑魚殲滅して、痛い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 ね。キョ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 、強すぎる。ちょっとずつ溶けてる。オッケー、殴れ殴れ殴れ。アポクリファの噴動を使う。なかなかぽい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 。いける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 、これいけるぞ、マジでマジでいける、マジでマジでいけるぞ、マジでいけるぞ。ついにいけるのか。いて、なんかやばいの出てきた。やばいやばいやばい、なんでそれ。やばいやばいやばい。結構もうマジでロー、マジでロー。もうさあいけるかな。あとちょっといくか。おらー、ナイスー、ナイス。え、倒せちゃった。ナイス。ナイス。ナイス。勝てたな。いけたな。ということでね、ん？あ、レイさんがちょっとやりすぎて。PR しすぎてる。やり込んじゃうんだよな。ほんなら。本日は？本日は。白いキレイと猫麦とろろ、トナカイとの3人で3人でお送りさせていただきました。いただきました。めっちゃ楽しかったな。エルダースクロールズオンライン、オンライン今 DMM の方で日本語版対応してるので、ぜひ、うん、日本語ね。はい、あと CM の方でもできるらしくて、英語かな。はい、英語になるんですけど、みんなも遊んでみてね。ぜひ遊んでみてください。ほぼ無課金で遊べちゃうよ。買い切りだよ。本当に時間忘れてやっちゃいます。時間忘れるのガチ。ぜひやってみてください。
やってみてね、はい、遊んでみてね。お疲れ様です。お疲れ様です。ベセスダソフトワークさんの提供でお送りいたしました。ありがとうございました。お送りいたしました。